こんにちはのくですアラヒフなんちゃって長者合宿第7回目になりますアラヒフなんちゃって長者合宿とは何ぞやと言いますとアラヒフの人が発信できるアラヒフ好きの人が発信できるアラヒフのための動画ということになりますえこの動画に参加された方にはですね自分のアカウントで発信できる ここに参加された方のアカウントからも発信できるということで著作権フリーということで、えー、やっていっております。そして今回が第7話になります。えー、今回はですね、質問をちょっといただいたので、まあ学生時代やっていたスポーツというテーマだったんですけれども、 私はですね、まあ部活ということで言うと、中学校の時にはですね、軟式テニスをやっていたんですね。その前にね、私の時代の、その昭和の時の時代背景というのを話していきたいと思うんですけれども、私の時代はですね、まあ主に、私の少年時代というのは、まあ主に野球ですね、野球が全盛でして、 私も物心ついた頃にはですねまあ近所で仲のいい同級生とまあゴムボールみたいなもので、えー、毎日のように道,道路でまあ道路といっても今ほど交通量も多くなくて家の前の道路でゴムボールとなんかプラスチックのバットみたいなもので、えー、投げて打ってみたいな遊びをしていた。 記憶がありますねそしてですねその頃というのはですね私の住んでいるところでも空き地というのが結構ありまして、えー、そこでまあキャッチボールみたいなものをまあ主に軟式のボールでまあ普通にグローブをはめてキャッチボールみたいなそんなところからまあ始まっていたと思います。えー、当時はねほとんどの人がまあ 男のが野球みたいな感じがあってリトルリーグとかも盛んでしたしあとですねあとまあ草野球みたいなのも近所の酒屋さんがまあ監督みたいな形でそういうチームもあったりしました。で私はそこにどう関わっていったかというと当時の私というのはね今と違ってまあかなり引っ込み思案で、まあ、何,何かやるとかって親に言われても。 やらないということしか言わない子供だったんで子供の頃っていうのはほとんど何もやってないですね習い事というかそういうのはやらなかった子供だったんですねただあの野球とかは好きだったので何ですかねまあやりたい気持ちはあったんですけど引っ込み思案だったんでやりたいってことが言えずにえ何もしなかったみたいな感じですねその一緒にゴムボールで遊んで いた友達も、えー、リトルリーグみたいなのに入ってまあだんだんそっちの方に本格的に、えー、野球の方に入っていったというところでまあいつも身近に野球があったという感じでテレビでもねゴールデンタイムは毎日のようにもう野球の時代で私が見始めた頃というのは私がプロ野球を見始めた頃というのは、えー、巨人戦が毎日やっていたんですけど。 えー、長島監督ですね。長島茂雄さんがすでに、えー、現役を引退されて90番の背番号で、長島監督が、まあ、第一次政権、第一次の監督をやっていた頃がその頃ですね。まあ周りは大体ね、巨人ファンの方がほとんどでしたけれども、まあ埼玉は東京に近いですし、テレビで毎日 ゴールデンタイムでやっていたので、まあ、巨人が主役みたいな感じですかね。えー、私はですね、父が阪神ファンだったもので、私も自然と阪神ファンになっていったというところもあるんですけど、まあ、じ巨人ファンの次に阪神ファンが多かったかなという感じはあります、その当時はですね。えー、でですね、まあ、小学校の時は、そのままやり過ごしてですね <laughs>、 で、中学校になると当然部活動というのがどこの学校にもあると思うんですけど、えー、っとですね、私の場合は、えー、何でしたっけ、スカウトか、スカウトというか、なんか3年生がね、1年生を勧誘に来るみたいな、まあ、大学生とかだとよく多い,多いと思うんですけど、そんな感じで3年生が、3年生に、えー、連れ去られる形でね、えー テニス部に入っっていったわけけなんですけど軟式テニス部、まあ、特にねこれがやりたいっていう感じではなくてきっかけはそんな感じだったんですけれども、まあ、当時のね体育会系っていうのは本当厳しくてですね、えー、私もかなり <laughs> 辛い思いをしたんですけれども、えー、そのテニスのね顧問の先生が軟、まあ、式テニスの 世界ですけどまあ日本一になったみたいな人だったのでまあかなりハードなことをやらされた記憶がありますそしてですね学校にテニスコートがなかったので学校から少し離れたところに行ったわけなんですねそうするとですねなんていうか学校の管理外のところに行くわけなんでえ時間とかもねめちゃくちゃ 他の部活動よりも多かった気がします。まあそれでもね、当時の野球部の人とかよりは楽だったとは思うんですけど、私なりにはね、もう嫌で嫌でしょうがなかったというね、練習がね。でですね、まあ人数もそんなにいなかったんで、思い出に残ってることがあるんですけれども、えー、1年生の時からね、試合に出れたんですよ。部員が多いところだとほとんどね、玉拾いとか最初の頃多いと思うんですけど、 私の場合はですね、運良くというか、運悪くというか、試合に出れたんですよ。で、思い出すのがね、新人戦、初めて公式戦でデビューした時があるんですけど、なんかね、1試合目はね、無観無中でやってるうちに何か勝っちゃったんで、あんまり記憶にないんですけど、2試合目の方が記憶に残っていて、えー、相手はですね、おそらく、 一戦目はほとんど記憶に言ないんで忘れちゃったんですけどまあ当然ですね新人戦ですけれども相手はですね上級生だったりするんですよなので相手2年生だったんですよ私が1年生の時そうするとですね中学の時のもうテニスの1年2年の差っていうのは結構激しいものがあって野球とかとは違ってほとんどの方がですね中学、えー、1年からその 軟式テニスを始めるっていう人が多かったので、子供の頃からやってるなんて人はほぼいない状態だったんですね。えー、なのでですね、その2試合目ですね。まあ、負けたんですけれども、軟式テニスってね、ファーストサーブっていうのは上から打つんですけど、でですね、セカンドサーブって言って、それをミスると、えー、2球目は横からこう、 スイングする感じで、まあコントロール重視でやるわけなんですね。えー、ところが相、あまりにもですね、私たちの試合が下手すぎてですね、相手はもう上からサーブ打ってこないんですよ、ファーストサーブも。下からもう完全に舐められてるというね、ちょっと私、今でもね、思い出すとね、屈辱的なんですけど、でですね、試合の途中で、まあコモ先生に呼ばれて、 まあ、ビンタされましたけどね、えー、今ならね気合いを入れろという意味というのは汲み取れるんですけどその時はねもう試合に無我夢中でまだ子供だったのもあって、まあ、何するんだとは思いましたけれどもまあそんな感じで、まあ、苦い思い出がまず最初に思い出してたりですとかあとはですねやっぱり昭和ですからねやたら厳しくてですねなんか先生がいない時が かかなんかどっか行ってていなかった時にまあいつも遅くまでやってたんでその日ぐらいはというんで早めに、えー、上がれた時があって練習からで先生がね顧問の先生がどっかの出張から帰ってきてまあまだ普段だったら練習やってる時間だったんですけれども、まあ、全員テニスコートに呼び出されましてね何て言いますかまあ 暴力ではないですけど、腕立て何回とか、腹筋何回ですとか、そういった、まあ、仕事というんですかね、そういうの、目にもあって、まあ、これはやってられんわ、と思った思い出が一番、今、ふと思い出したんです、思い出したんですけれども、だから中学時代の時は軟式テニスをやっていて、あまりだから、いい思い出がない、辛い、 こととばっかり思いい出されるという感じででですね公式テニスはテレビとかでやっていて有名なのでまあ詳しい方は詳しいと思うんですけど軟式テニスはですねシングルというのがなくて、まあ、前衛と後衛で基本ダブルスしかな,いなくてまあ個人戦とあとまあ団体戦があるみたいな感じでやっていました、えー、でですね小学校 6年の時に仲良かった友達を私入部の時に誘っているんですけれどもいや何て言うかその <laughs> 地獄への入り口を <laughs> 作ってしまったなぁと思ってまあ何て言いますか人をね紹介というかそういうものはするんじゃないするもんじゃないとその時思ったものですねでまああまりにも嫌 <laughs> すぎてですね高校になった時にはまあ 部活動というのは参加しなかったですね。いわゆる帰宅部というやつなんですけど、ではその時ね、私が部活をやらないでどんな活動をしていたかみたいなことにもなってくるんですけれども、まあその話はですね、えー、別の動画で話したいと思うんですけど、まあもともと小学校、えー、低学年というか小学校上がる前に物心ついた時には野球というのがあって、 結果的に野球もね、やらなくてよかったかなと思います。その当時の私はガリガリだったんですよ。今でこそね、立派な中年デブになっていますけど。そしてですね、まあ、体もそんな大きくならなかったので、まあ、伸びても、伸びしろっていうのもそんなになかったと思うんで、身体能力というのがね、やっぱり、どうしても野球とかですと、ものを言うところがあると思うので、 まあ野球はやらなくてよかったと思うんですけどまあ全般的にねまあ何式テニスでもそんな感じだったんで私はねちょっとねスポーツはあまり、うん、向いてないなという今でも思っていますけどまあそんな感じですけれどもね、えー、皆さんはどんな感じですかねそれではご視聴ありがとうございました失礼いたします